明けまして。おめでとうございます。ってなんか背景も BGM も暗いんですけど。ああ、正月らしい雰囲気でいいだろ。どこがよ。ってことでおそらくこの動画が新年一発目の動画になると思いますので、昨年に引き続き本年もよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。てかこのまま進めるのね。もちろん。ちなみに今回はウプ主がネットで購入したものを紹介するいつもの企画です。そういえば前回の動画で海外版マスターシステムのソフトでやりたいゲームがあるとか言ってたわね。ああ、今回はそのゲームを紹介しようと思ってます。ってことで今回紹介するのは、こちらの海外版マスターシステムの大魔界村だぜ。マスターシステムでも大魔界村出てたのね。ああ、マスターシステム版は日本未発売なのであんまり知名度高くないかもしれないけどな。てかウプ主もこれの存在を知ったの数年前だし。まあそもそもウプ主は知らないことの方が多いけどね。ああ、特に海外のことは英語があんまり読めないので情報収集するのがなかなか大変だぜ。せっかくだからそろそろちゃんと英語勉強したら、すぐに Google さんの翻訳機能がもっと進化するだろうからそれを待ちます。てか今でもかなり便利に使わせてもらってるけどな。と話が脱線してしまいましたがとにかく今回はこちらのマスターシステム版大魔界村をプレイしていきます。てなわけでスイッチオンです。はい、無事起動しました。おお、なかなか良さそうな感じね。ああ、タイトル画面はかなりジェネシス版に近い気がするな。お、デモ画面だな。グラフィックも BGM もしっかり魔界村らしさが出てるわね。ああ、こういう頑張ってる無茶移植作品たまらんよな。ウプ主が好きそうなやつよね。まして大魔界村だからテンション上がらずにはいられないぜ。いやだからテンションの上がり方よ。さてではそろそろ実際に動かしてみます。難易度設定はない感じかしら。オプション見当たらなかったから難易度は変えられないのかもな。ってことでスタートしました。うん、思ったよりはレスポンスよく動いてくれるな。そうなのね。マスターシステム版は動きがもっさりしてるってネットのどこかに書いてあったからちょっと不安だったんだけど、ウプ主がプレイする分にはそこまで気にならなそうです。よかったわね。そういえば画面左上になんかゲージがあるけどもしかしてライフ制なの？いや、あれはマジックゲージらしいぜ。ってことは MP みたいなものね。ああ、魔法使う時にあのゲージを消費して使うみたいだな。まあでもライフ制っちゃライフ制だけど。そうなの？ああ、マスターシステム版の大魔界村は鎧、兜、靴がそれぞれシルバー、レッド、グリーン、ゴールドの順番にパワーアップしていき、鎧をパワーアップさせていくと敵の攻撃を複数回防げるようになるみたいだぜ。ちなみに兜をパワーアップさせていくと使える魔法が増えて、靴をパワーアップさせていくと移動速度が上がってジャンプも良くなるって書いてあったぜ。書いてあったってどこに？海外のサイトです。なので訳が間違ってる可能性もありますが大体は合ってると思います。まあ Google 先生が翻訳してるから間違っててもウプ主のせいじゃないぜ。いや人のせいにするんじゃないわよ。てかだいぶゲームシステム違うのね。そうだな。アレンジ移植って感じの作品みたいだな。あとパワーアップするときは宝箱から直接アイテムゲットするんじゃなくて、宝箱からシークレットゲートっていうのが出たときにその中に入ると杖持ったおじいさんがいるので、そのおじいさんからアイテムもらってパワーアップしてくって感じになります。アイテムはどれをパワーアップさせるか選ぶ感じなのね。ああ、多分鎧からパワーアップしていって耐久力上げてから他の箇所をパワーアップした方がやられにくくなっていいと思うんだけど、ウプ主は最初よくわかってなかったので途中まで靴を先行してパワーアップさせてました。ってことは今回もプレイした後に操作方法載ってるサイト見つけたのね。そういうことです。まあでもコンティニュー無制限っぽいからやってくうちになんとなくいろいろわかっていったけどな。コンティニュー無制限なのはいいわね。そうだな。ってことで最初のエリアを抜けました。ここで画面切り替わるのね。やっぱいろいろ無茶してるだろうから一ステージ通してってのは難しかったんだろうな。でも個人的にはそこもまた違いが楽しめるのでよしです。まだちょっとしかプレイしてないけどだいぶ気に入ったみたいね。ああ、これは何が何でも全クリするまでやるつもりだぜ。マジか。とそうこう言ってたらやられてしまったな。ってことで中間地点から再スタートです。そういえば難易度的にはどうなのかしら。
いろいろとパワーアップできる分本来の大魔界村よりはちょっと難易度下がってると思うぜ。ただパワーアップできていない序盤や、足場の悪いところなんかはなかなかに難しいけど。今魔法使ったわね。ああ、魔法は他の大魔界村同様に攻撃ボタン長押しで使えるぜ。ちなみにゴールドアーマーじゃなくても鎧さえ着ていれば使えるっぽいです。パン1になるとゲージも消えるのね。とまたやられたな。やっぱ結構難しいみたいね。靴をゴールドまで強化するとだいぶ敵の攻撃も避けやすくなるんだけど未強化だとやっぱちょっと操作しづらいな。てかその言い方だとやっぱ全クリするまでプレイしたのかしら。そこはまた後で言います。もったいぶるわね。まあまずは続きを見てみましょう。ちなみになんだかんだ話してるうちに残機ゼロになっております。とりあえずノーコンティニューでは一面もクリアできなさそうね。まあそこは初プレイだから仕方なす。いやその変なナスもういいから。一富士に高三ナスビっていうくらいだから縁起物なんだからええやろが。いやそれ初夢の話じゃないの。はい、ってことでここでやられました。うん、あっけなくやられてるし。ってことでゲームオーバーになりましたがコンティニューして続けます。ってことでまたここから挑戦できるわけですが、この後何度もやられたのでボスまで行けた時の映像に切り替えます。かなり苦戦したのね。ああ、やっぱメガドラ版や PC エンジン版と違うから慣れるまで結構大変だったな。ってことでなんとかボスまで行けた時の映像がこちらです。早速鎧なくなってますけど、男たるものパンツ1枚あれば戦えるので問題ありません。いやそれパン1じゃなくて全裸だから。まあとにかく見てなさい。危な。危な、うるさいぞ腐れまんじゅう。誰が腐れまんじゅうよ。宝箱もタキシュ版と大体同じようなところにあるみたいね。ああ、全体通して大体は同じようなところにあったかな。お、上にいるのは豚さんね。ああ、半分しか見えてないけどそうだな。今度は全身見えたわね。敵キャラの再現度もなかなかだよな。ってことでボスのところまで来ました。ここはなんか違うわね。ステージの奥まで来ると門の前に宝箱が出るので、宝箱壊してゲートを出して中に入るとボス戦になります。ボス戦はまた画面切り替わるのね。ああ、巨大なボスは BG 面で動かしてるだろうから、背景なくしてボス戦専用のフィールドにしないと厳しいんだろうな。違うかもしれないけど。てか速攻でやられたわね。ああ、固定画面だから狭くて戦いづらいな。確かにちょっと避けるの大変そうね。ちなみにここでもゲームオーバーになりました。ボスまではなんとか来られたけど結局倒せなかったのね。いや、ここでやられてコンティニューすると。って感じでまたすぐボスから始まるので。この後何度かやられましたが最後は粘り勝ちしました。なるほど、難しいみたいだけどコンティニューも無制限みたいだしこれならウプ主でもなんとかなりそうね。ああ。ウプ主を得意の超粘着質プレイでやられてもゾンビのごとく復活してなんとか2周目までクリアできたぜ。本当に全クリするまでプレイしたのね。ああ、クリアできる時にクリアしときたかったからな。てかこれ面白かったのでつい夢中になってプレイしてたらクリアできたって感じだけどな。純粋に楽しめた感じなのね。ああ、アーケード版の移植作品として見たらいろいろ物足りない部分もあるかもしれないけど。これ単体で考えたらよくできた作品だと思うぜ。あくまで個人的な感想だけど。とりあえずウプ主にとってはいい作品だってことね。ああ、結構いいお値段したからちゃんと楽しめる作品でよかったぜ。そういえばいくらで買ったかまだ聞いてないんですけど。箱説なしのソフトのみで送料込み7000円ちょっとでした。確か。てか最近またお金使いすぎな気がするんですけど。大丈夫大丈夫、これ買ったのもう1年以上前だから。
ってことはこれも長いこと動作確認されずに保管されてたのね。ああ、なんかちょっとやって終わりにしちゃうんじゃもったいないので時間のある時にがっつりプレイしたかったからな。それで年末年始を待ってここぞとばかりにプレイしてみたと。イエス。まあでも思ってたより早く2周クリアできたけどな。どれくらいでクリアできたの？トータルで4時間くらいかな。いや十分時間かかってるし。PC エンジン版クリアした時に比べればだいぶ早くクリアできたと思うけどな。まあゲーム内容が結構違うから比べるのもあれだけど。あ、ウプ主が2周目までプレイした映像はまたうまくいった部分をつなぎ合わせて後でプレイ動画としてアップしようと思ってます。いつものパターンね。ってことで海外版マスターシステムの大魔界村がどんな感じかなんとなくは伝わったと思うので今回はこの辺にしておこうと思います。この先が気になる人はプレイ動画見てもらえればいいしね。ああ、プレイ動画の方もなるべく早く上げられるよう頑張ります。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.